はい、セスチャンネルの中井です。はい、本日も始まりました。今日もね、ちょっとまた新入荷ということで、まだまだね、続々とまだまだ入荷があるんでね、今日もまた新入荷かっていうね、ちょっとしつこいぐらい入荷があったらね、ちょっとやっぱりなるべく動画でお伝えしたいなと思いますんで、今日もお付き合いくださいませ。今日はね、前回紹介したこのボーリングシャツですね、デリンケントブロスから、登場した時のボーリングシャツですね。はい、こちらのね、テディーボーイの、はい、彼が、こちらヘップキャットの方がね、 T シャツがちょっともうお揃いって感じで、はい、こんな感じで今日はね着用してますけども、まあ今回、前回はね、ちょっとこのボーリングシャツをちょっと紹介させてもらったんで、中のね、今回はヘップキャットの、リンガーティーを紹介させてもらいます。最近リンガーティー率高いですね。はい、まあリンガーティーが結構最近主流になってて、まあ人気なのかな。まあでも僕は個人的に昔からね、ちょっとやっぱ古着とかそういう、やっぱり結構アメカジラインだったら、まあそういうカレッジ系とかだったらね、リンガーが多いんで、まあそういう方もね、多いんじゃないですか、好きな方は。で、まあリンガーでもね、どんな合わせ方でもしやすいんで、まあこういう風にボーリングシャツさらった羽織ってもいいですし、まあ僕はね、こう今回ちょっとトレンドとして、まあプリント合わせてみたって感じなんですけど、まあフロントとバックでね、まあ前にもいるし、後ろにもいるっていうね。まあこういう合わせ方はね、まあ全然しても全然ありじゃないかなと思いますし、まあ僕も今ちょっと今日はセットしてますけども、この色合わせでね、今回ちょっとこのニュースボーイキャップもね、すごい配色一緒なんで、ツアーブラックのね、はい、こうバイザーブラックのこちらライトグレーって感じなんで、結構この辺のカラー合っちゃうんで、ちょっとね、合わせてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ今回ちょっと T シャツってまあリンガーティーなんで、まあちょっとこういう、まあ僕は今これ着用が M サイズになるんですけども、まあ M サイズで結構こういう風にちょっとタイトな感じになるんですけどね。まあ着丈はちょっと長めな感じになるんですけど、まあタックインするなり、まあパンツインでね、するなり、まあちょっと袖に出してもいいんじゃないかなと思います。はい、まあサイズ的には僕はこんぐらいのサイズ感が好きだなと思いますけどね。M サイズぐらいの、僕ぐらいだったらまあ M サイズぐらいで。まあちょっとゆったり着るっていうのも、リンガーティーは結構袖がやっぱまあこう、ピチッとやっぱした方がかっこいいので、まあやっぱりサイズジャストぐらいで着るのがいいのかなと、適した感じかなと思います。まあ僕もね、さっき言ったようにちょっとこのカラー合わせでね、してみてはいかがかなっていう、こういうね、どうですか？カラー合わせ。まあパンツはもう結構デニムとかでもいいですしね、まあ今時期だったらまあ結構本当変な話もショーツとかでもいいんでしょうけど、まあ本当にちょっとクラシックに、まあストレートなデニムとか、まあペインターパンツとかに合わせるのが主流なのかなと思いますけどね。もうこういう風に色合ってたらすごいいいですよね。もう完全になんかこう合わせてきたって感じですよね。はい。まあ結構こういう感じでね、まあ合わせると、まあ僕はなんか色合わせが結構個人的にも好きなんで、まあデザイン合わせもそうなんですけど、さっきみたいにボーリングシャツのね、プリント合わせでしてみたりとか、まあちょっとセットアップっていうかですね、まあちょっとこうそういう2ピースとか3ピースとか、まあそういうセットにして合わせれるっていうのがね、なんかやっぱりこう醍醐味だと思って、まあ単体でも使えますし、まあセットで、まあするとなんかこう、より一層ね、その制服というか、まあそういうカチッとした、まあそのトレンドになる、なるのかなと思いますし、まあなんかそういう感じでなんか使い回しできるっていうのは、まあやっぱりセットの魅力といいますかね、まあカラー合わせっていうのがもうちょっと、なるべくこう皆さんにもね、提供していきたいなっていう思う、次第でございます。はい。っていうのもね、カラーはバリエーションはね、この今回ニュースボーイキャップに関しては、2色展開で、してますけども、ライトグレーと、ダークグレーですね。ちょっとシャンブレージになってるっていう感じの、はい、なってますけども、まあカラー的には、まあちょっとまあライトな感じの方がやっぱ夏っぽいと言いますか、まあちょっと爽やかな感じに見られがちなんで、でもやっぱダークの方がね、結構やっぱり皆さん好みの方が多いんですよね。まあブラックの方が、なんかこう黒いとかもうブラウン系ですよね。結構暗いカラーの方が好みって方がちょっと多いのかなと思いますけども、まあ夏になるにしれてね、こんぐらいのカラー、明るいカラーをね、ちょ、チョイスしてもらえると、僕的にはなんかいいのかなと思います。はい。僕もまあ、キャスケットとか、まあそうですし、まあ、T シャツとかも、白とかはね、グレーとか、まあ、ナチュラル系のベージュとか、まあ、薄い系のカラーをね、なるべく T シャツではチョイスしようかなと、個人的には思ってますし、まあ、暗い、ね、カラーは、まあ、結構アウターとかに持ってきたりとかしちゃいがちなんで、インナーぐらいはね、ちょっと明るいものを持ってこないと、なんか全体的に暗くなっちゃうんで、まあ、夏は特に、まあ、こんなぐらいの明るいカラーでね、合わせてもらえるといいんじゃないかなと、個人的に思います。はい。まあ、結構ね、やっぱリンガーティー最近なんかちょっと、僕的にもちょっと、すごいなんか旬な感じで、なんかすごいいいですね。なんか最近リンガーティーをなんか紹介してる率がなんか高い気がするんで、まあ、リンガーティーはもう皆さんもね、着たことない方も結構意外といらっしゃるってことだったんで、そう、リンガーティー推しをちょっと、個人的にもしたいなと思っております。もうぜひね、リンガーティー挑戦したことない方、初めての方ね、ぜひ、この機会に挑戦してください。ヘップキャットティー。すごいいいですよ。
はい、こちらね、非常にあのナチュラルなカラーでちょっと説明遅くなったんですけども、こちら二色展開でございます。じゃじゃんじゃーんじゃん。こちら僕が着てるのはこっちですね。はい、こちらはね、本当前回のそのボーリングシャツ、先ほど見せたね、シャツの、人気だったんで、ヘップキャット、こちらもリーゼントしたね、このテディボーイくんがマリオネットのように釣られてるっていうね、すごいいい感じの、はい、感じのデザインで、僕も好きなねデザインでございます。もうボーリングシャツの方もね、数はもうすごい残り少ないんで、イエローベースとブラックベース、多分残り1枚ずつ2枚ずつぐらいしかもう本当残り少ないんで、ぜひこれ気になる方はね、セットでご購入の方も、お問い合わせいただけれたら幸いです。サイズの方もね、 ML、XL ぐらいまであるんですけど、まあどのサイズがっていうところも細かいところはあれなんですけども、だいたい L サイズぐらい残ってるのかなっていうような展開でございますね。こちらの方は、サイズが MS もあるのかな、 SML の展開ですかね、 T シャツの方は。はい、となります。でもこれ US のメイドなんで、ちょっとサイズがちょっと大きくなるんですよね。ここですね、ちょっと US メイドになるんで、ボディ自体はだいたい L で、まあXL 着てる人でもジャストで着れるんじゃないかなって思うようなイメージですかね。僕が M で着て、まあジャストってあるんですけど、まあまだ全然余裕があると言いますか、まあそのシワが入り方はあれなんですけど、まあ全然着心地的にはピタッとする感じではないんですよ、意外と。なんでまあこれが、まあジャストで着たいんだったら、まあその相談編のご相談も受けたまりますので、はい、お願いします。この白ボディもいいですよね。プリントがしっかり映えて、デザインがね、まあ、映えるんで、白 T が好む方はこのリンガーはおすすめかなと思います。はい、僕はちょっとね、こういう風にグレーで合わせて、ちょっとプリントがちょっと染み込ませて、プリントがちょっと奥に入ってる感じですよね。白の方は前に出てる感じじゃないですか。で、ちょっとグレーの方はちょっと染み込んで中に、ちょっとボディに沿ってるって感じですよね。なんかその自然な感じのプリントが入ってるって感じのイメージですかね。はい、どうなります。リンガーティね、こちら税込みで、7480円、だから6800円プラスタックスですかね。はい、6800円プラスタックスになりますんでね、お買い求めやすい、金額になりますんで、まあなかなかね、 T シャツの選び方、まあ金額のね、ばらつきあると思いますけども、まあその辺のね、チェックしていただけるとね、このクオリティで、まあこの金額かっていうところもね、じゃあ随時見てもらえると、見比べてもらえるとね、選びやすいかなと思いますんで、これはもうかなり僕はおすすめしたんで、ボーリングシャツ持ってる人は特に、これで合わせてもらってはいかがでしょうか。もうこれでね、キャスケット持ってる人もこのカラーで合わせてみてもいかがでしょうかっていうのね、提案がたくさんできますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。まあね、ボーリングシャツの方もね、まだ持ってない方はまだまだ在庫ありますんで、言ってください。多分ね、 ML、 これはもう僕は今ちょっと着用してるやつなんですけど、まあ L サイズぐらいの展開だったら、基本的に当店にもね、在庫はあったりとかしますんで、ぜひお問い合わせください。はい、となります。まあ今日もね、ちょっとなかなかまあ天候もよろしくなかったりするようなね、まあ日常ではございますけども、まあ皆さん風邪もね、ひかないように、体調整えて、明日を頑張っていきましょう。はい、ということで皆さんね、ちょっと長くなりましたけども、明日も一日よろしくお願いいたします。今日も一日お疲れ様でした。それでは、接したような中井でした。